日本化成 YouTube チャンネル。今回は当社のモルタル調薄塗り磨き仕上げ剤であるデコリエを用いた特殊仕上げの実例をご紹介いたします。デコリエはセメント、無機質骨材、有機質エマルションで構成された内装専用の仕上げ剤です。約1ミリの薄塗りでありながら重厚感、高級感のある仕上げとなり、リフォームにおいても塗り圧を気にせず雰囲気を大きくブラッシュアップできます。今回は実際の施工の様子をご覧いただきながら製品の特性についてご案内いたします。施工で用いる主な材料は専用の下地調整剤である NS フィラーエース、デコリエのベージュと黒です。まずは下地調整剤 NS フィラーエースの施工です。デコリエは薄塗りの仕上げ剤であるため下地の精度が重要となります。 NS フィラーエースは石膏ボードや木下地、ビニールクロス等の様々な下地に良好な接着性を有するだけでなく、デコリエ施工時の吸水ムラが一定になることで美しい仕上がりにも貢献します。非常に柔らかな素材であり、石膏ボードのジョイント部をより強くしなやかに接合するためクラックの発生を抑制いたします。 NS フィラーエースは速乾タイプの材料であり、気温20度で約 2、3 時間で乾燥するため時効手に早く移ることができ、大幅な工期短縮につながります。次はデコリエの施工です。デコリエは下塗り、上塗りの2層に分けて塗ります。今回は下塗りは黒、上塗りはベージュのデコリエを用いた特殊施工となります。光の当たり加減、全体のバランスを見ながら様々な小手並みを入れていきます。力強いパターンが後工程の上塗り、磨きによってしっかりと描き出されます。次はベージュのデコリエを施工します。こちらも白のデコリエを混ぜるなど色合いを細かく調整します。フレスコ塗りで黒のデコリエの上にベージュのデコリエを施工していくことで色の混ざりが生じ、独創的な衣装になりました。また小手で磨くことによりより強くパターンが現れ、小手並みの強弱が際立ちます。手離れいいな、材料的に。あ、手離れがいいし、で、どっちか言ったらなんか、なんとなく、こんな感じの材料ねみたいなはすぐに分かって、あの判断には困らんかったかな。こういう風にやればいいな、こういう風にやればいいなっていうのはすぐに分かった。掴みやすいって感じですかね。そうそう、いろんなパターン試していけるなみたいな感じではあるってことですかね。あ、もう全然、楽勝でできる。時間もでもめっちゃ早かったですけど、施工時間。ああ、そうやな。まあその大体のなんていうやり方を知ってるじゃないですか。はいはいはい。それがあるから、まあ、早かったっていうのもあるし。ああ、なるほど。今までのあれじゃないけど、あ、こんな感じかなみたいな。で前にその似たようなことやってるわけや。はいはいはい。フレスコみたいな感じで。塗り方、まあ、先下塗り塗って上塗りまたすぐ追っかけみたいな形でかけてってみたいな。そうですね。でやればまあこんな感じになるっていうのはもう分かってたから、それもあるかもしれない。なるほど。今回の仕上げは黒とベージュのコントラストや色の混ざり、特徴的なパターンとライティングの組み合わせなど様々なアイデアを生かしたものです。高級感のあるマットなゴールドにも見える美しい仕上がりです。目を引く仕上げでありながら空間に溶け込み、空間自体の質を高める素晴らしい仕上げとなりました。